えー、吉谷さん昔ね知られざる世界っっていうテレビ番組があったんですよ、まあ、それによって世界中のいろんな民族とか文化とか習慣とかそれから宗教っていうのがね明らかになっていって私は非常にね興味を持ってその「知られざる世界」っていうのを見たんですけどもでも「知られざる世界」っていう番組になった瞬間にそれは視聴率十数パーセントとかを叩き出すわけですから。 誰ででも知ってるる世界になるわけですよねでそう考えていくとその戦日解放業むちゃくちゃ大変な修行だと思いますし世の中にはいろんなね人に知られてない修行ですとかそれから密行とかね本んと密行っていうのは、まあ、誰に修行を見せるわけでもないしまあその見せるわけでもないような修行がどこからその記録があってねやり方を 教わるののかっていいうのもこれまたすごい世界でその修行を達成した人がまあ高いレベルの僧侶となってで高いレベルまで来た人にだけ教えるみたいなねだから千日解放業ってのも参加すればねあの希望すれば誰でも参加できるもんじゃなくて多分この修行に成功した人の中でも素質がある人だけに「ちょっと怖い」と「実はこういうのがあるんだよ」っていうふうにお知らせしてで 次の段階の修行がうまくいった人の何人かの中でいやお前はもういいお前はいいお前はいいよかったらおめでとうおめでとうちょっとお前だけ来いよみたいな感じで次の料理はこれなんだよみたいな感じで教えていくのかなと思ったんですよで千日開放業って私もここね数年で知ったんですけども多分この修行をね知らせることなんてなかったんじゃないかなと思うんですよ例えば30年前とか50年前千日開放業なんて 知ってる人は、まさにその道にいる人だけだったのかなと思いますし、じゃあ近くのね、お坊さんとか修行してる人に、千日解放業って知ってますかって言ったら、いや、聞いたことないね、みたいなレベルだったと思うんですよ。で、もっと掘っていくと、これ、1300年のうちに成功者が2009年の人を含めて2人っていうことになってますけどもで、そもそも、そのメディアがなかったね、テレビももちろんですけども、その新聞もなかったみたいな、 その人口がまだねこの3,000万人ぐらいしかいなかったあの江戸時代とかねで室町幕府なんての全人口が日本で800万人とかね、まあ、そんな時代にも千日開放業ってあったはずなんですけどもでもこの千日開放業こう言い伝えられてきたってことは多分切れ目なく誰かがやってたんでしょうね。誰かがやっていてい それをやって成功した人がまた次の代に教えるみたいなことをしていたと思うんで、実際はもっともっとね、戦日解放業をマスターした人はいたと思うんですよ。でもしくは戦日解放業失敗したけども、でも別に自害することなく、いやー大変だった、戦時解放業こんな大変なんだ、ちょっと次の代のやつがやろうとしたら俺の経験離さないとみたいな感じで、繋いでいたんじゃないかなと思うんですよ。 でそもそも戦時解放業をやる人がいなければ言い伝えられてないと思いますし、まあ、あの、書物によってね、語り継ぐってことができていても、うーん、限界があるんじゃないかなと思うんですよね。うん、なんか戦時解放業って修行があったらしいけども、わしもやったことがないし、わしの師匠もやってないし、 なんか実際にやったやつがいるかどうかも確かじゃないんだみたいな感じで今まで成功者が1人しかいなくって他のやつはみんな死に絶えてしまったみたいなことをどん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 伝えていったのかなとかね思っちゃいますねうんだからこの千日解放業をはじめとしてなんか万日解放業ってのもあるんじゃないかなとすら思うみたいなね、うん、あとはねなんか断食してそのまんま促進物になるみたいな何千日解放業はまだね 死なないっていう選択があるんですけども、死ぬしかない選択の修行もあるみたいですからね。こっちの方が結構知られてるっていうかね、促進物になるために修行をずっとね、30年ぐらい繰り返していて、それこそ、あの、万日解放業じゃないですけども、1万日の修行を繰り返した後で、ついにわしは1万日の修行を達成したんで、若い頃からやっていたこの修行が達成したんで、これは促進物になるために山にこもるぞと。で、鈴をこうやってね、持たして、 多くの弟子に見送られて蓋をパタンと閉めて土をかけてもらってねあとは管からチリンチリンって音をずっと鳴らし続けてその音が消えた時にあ師匠様は修行完成されて即身仏になったんだなまさに神になったんだなっていうふうになんかね終わっていくみたいなね、うん、だからなんか精神修行ってのを突き詰めると幸せや喜びを下脱して 無の境地になるってことですからね。何のために生まれてきて生きてるんだっていう気さえしますよ。ね。喜び快楽が罪なのかと。それは自分の肉体や本能が欲してることだから、生まれながらにして食べたい、寝たい、やりたい、欲しい、そういったものを達成することによって、どんどん無我の境地になるっていう考え方もあるんじゃないかなと。人間は、 どんなに憧れていた所有物でも一緒に添い遂げたいと思ったその、まあ、女性でもね男性でもそれを手に入れた瞬間その欲望っていうのはどん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 小さくなっていってしまいにはなくなっていったりとか飽きていらないやってなるわけですよね。これこそまさに物欲からの下脱なんじゃないかなと私は自分の人生を通じて感じるんですよ。お腹が空いてお腹腹がが空空いいいいいてて欲欲欲しい欲しい欲しいと思う気持ちを その気持ちを自らなくしていくのも一つだしお腹が空いて食べたい食べたいっていう時に食べてしまって食べたいという欲望を消すのも一つの方法なのかなと思うわけなんですよね。うん、だからむしろ欲しいけど手に入らないというフラストレーションがその欲望を邪念だというふうにね断じてで欲しいという気持ちや ああしたいこうしたいっていう肉体や体や本能が人間としてのね本能や生物としての本能が全部煩悩で罪なのかっていうふうに考えてしまう発想しかもそれに是として本当にそうしてしまうとかねだったら千日解放業の話に戻りますけども千日解放業を達成したいという喜びはこれは邪念じゃないのかとかね、うん、どうなんでしょうかねとかね 思っちゃったりしますね。うん。だからね、この千日開放業っていう存在があることによって、それを取り組まない人にだって、いろんな修行が発生するのかなと。ね、サラリーマンの方が千日開放業のね、なんからテレビを見てね、こんなすごいのがあるのか、みたいな感じで、だったら俺も頑張んないと、みたいなところで考えていくのか。それとも千日開放業なんて推挙なことやってる奴がいるなと。まあでも、 サラリーマンも千日開放業どころじゃなくてきついぜと。千日で終わらないんだもんみたいなね。うん、いろんな道に修行があるなと感じますね。だからあの人は特別だからとかね。自分はちょっと変わった人生を送ってるからってついつい思いたいんですけども大差ないということなのかなと思いますね。うんまあ、それが受信力の使い方の一つかなと。 それぞれに特別な人生や状況があるというふうに考えるのも受信力まあ人間生まれて死ぬ大差ないよっていうふうに感じていくのも一つの受信力かなとそんな受信力を今日も目いっぱい発揮してさらに新しい受信力の高みにたどり着きたいなと思うそんな5月24日朝4時今日も一日スタートです Thank you.